こんにちは、粟田洋介です。アクリル絵の具で絵を描くときに、あんまりたくさんの絵の具を買い揃えることができない。そんな場合は、この4色、マジェンタとシアン、それからライトイエローですね。その3色があると、大概の色を作ることができます。そして、この白があると、薄い色とかも作れるので、この4色を揃えることがおすすめです。でも今日は、黄色をちょっと除外して、シアンとマジェンタ、それから白の3色で絵を描いていこうと思います。たまにはこういう描き方もちょっと違う頭の使い方をするので、いい練習になると思います。黄色があればほとんどの色を作ることができるので、全然不自由なしにカラフルな絵が描けるんですけど、この青系赤系の組み合わせっていうのもまた楽しいので、この2つをちょっと駆使して絵を描いていきます。この部分を薄い紫にしようと思ったんですけど、ちょっと水をつけすぎて色が塗りづらくなったので、一回乾かしてからもっとちょっと白に近い色に塗っていこうと思います。中間のすごい薄い色が欲しいなぁと思っています。このにじんだ感じの色もいいんだけど、ちょっとここで区切りみたいな感じにしたかったので、こんな感じで塗ります。ちょっと今回は水っぽくない濃い絵の具で塗っています。ちょっとこの薄い部分がこの周りの赤と青の塗り方に比べてものすごく浮いちゃってるので、それぞれの色に少しずつ色を足して、ちょっと濃い色で塗っていこうと思います。これは良くない。シアンにほんのちょっとだけマジェンタを足して塗っています。今度はマジェンタにほんのちょっとだけシアンを混ぜています。実は描く前からこんな感じで描こうかなっていうアイデアがあったんですけど、そのまま描いてもなんか面白くない気がするし、このまま行くと何かが足りない絵になるような気がしています。なぜなら、描き始める時にマジェンタ、シアン、イエローがあって、その黄色を外して2色プラス白で描くってことになったじゃないですか。そんな感じで描いていくと、自分の中で絶対に黄色が足りない絵になるような気がしています。このマジェンタとシアン2色、素晴らしい色の組み合わせなんだから、この2色で描いていいものって感じで描いていきたいんですよね。なので、とりあえずマジェンタは使わないで、このシアンと白ですね、青の1色って感じでちょっと描いていって、そしてマジェンタも後で足すっていう描き方をすると、マジェンタもプラスできたんだって感じの、何かが足りないんじゃなくて何かがプラスされたっていう絵になるんじゃないかなって、なんか理屈じゃなくてそんな気がするので、ちょっとこの青1色、そしてこういうものを描こうと思ったっていう予定を変えて、これからなんか新しいものを考えて描いていこうと思います。そしてその方が楽しくなってきました。この段階で何を描こうっていうことは決めていません。ちょっとここで人の顔を描くことに決めました。変な人物画です。Thank you.
ちょっとそろそろこのマジェンタを足していこうと思います。絵が完成しました。タイトルは聞きたくない話です。実は最初この向きで赤、青、そんでこの白っぽい紫で、こっちにピンクの猫、こっちに薄い青の猫の絵を描こうと思ったんですが、なんかすごく堅苦しくて、なんか違う絵を描こうと思って、で向きも変えて、でここに丸を描いて、こっちにも丸を描いたんですが、その時は何を描こうか全然わからなくて、でなんかこの辺なんかいじってるうちに、なんか人の絵を描こうと思って、そんで途中うちの猫が窓のところにいたのでここに猫の絵を描きました。これが窓に見えるか、また別のものに見えるか、人によってなんか違うように見えると思うんですけど、なんかこの目がこっちにみんなそっぽ向いてて、猫までこっちそっぽ向いてて、それが面白いなと思って描きました。特に全然意味はないんですが、人によっては意味があるかもしれません。わかんないけど。まあそれよりもこの2色、黄色が使えないっていうよりも、ブルー系の色を使って、その後にもう1色使えるって感じで使ったら、なんか自分では満足いく形で絵を描くことができました。うちの猫は、こんな感じで横で寝ています。今日はこのマジェンタとシアン、まあ青系と赤系の色プラス白を使って2色の色合いで絵を描くって感じで、そういう風に描いても面白いですよっていう感じの、まあ絵を描くアイデアみたいな動画だったんですが、まず1色を使い始めて、そんでもう1色足すと何かが足りないんじゃなくて、何かが足されたって感じの仕上がりになるんじゃないかっていう話をしたんですが、そういうの人によって違うと思うし、私自身も今日はそういう風に描いたら描きやすかったんだけど、2色いっぺんに使った方が描きやすい日もあるかもしれないし、その時によっても違うし、2色の色を使った時はこういう描き方をするべきだっていうんじゃなくて、なんかちょっとうまくいかなかったらこういうやり方もありますっていう一つの例えっていう感じで、その時その時で描きやすい描き方で描いたらいいんじゃないかと私は思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。